この間、車乗ってたら軽く追突された。すぐに降りて当たったとこ確認したら少しへこんだくらいだった。まあ、ことと場合によっちゃもういいかって思って、半笑いの表情で相手の運転席見たら、降りてこようもせずこちらを睨みつけて、はあ？どこかへこんだんか？どうせ、大したことないんやろ？とか言ってる。こりゃ、ややこしいやつだぞと思ってすぐ110番した。そしたらそれに切れ始めた。それくらいで警察呼びやがって。覚えとけよ、顔覚えたからな。あとでどんなことになってもええんやな。社名の入ったもの持ってたので会社わかったからな。乗り込んでやるぞ。30歳前後で茶髪、ソフトスーツにノータイ、セカンドバッグの風貌の男に恫喝と脅迫されながら警察を待ってた。険悪なムードに耐えきれなくなりそうだった時、突然男が車に乗り込んで逃走した。そこに警察到着、車種とナンバーを確認した。加害者はチンピラ風、どこかの組員かもって警察に証言していたのだが、1日後加害者が捕まった。ただ単に親に甘やかされてるフリーターだった。車両検分ということで出向いた警察署で親に連れられた加害者が謝罪の言葉を言ってきたのだが、こちらは話を聞く気はないと突っぱねて、診断書を事故係に提出して車を検分してもらい帰った。また後日その父親から電話かかってきた。このままでは人身事故の上逃走ということで免許取り消しで結核期間5年になってしまう。なんとか診断書を取り下げて厳罰は求めないと証言してほしいって。30歳過ぎてるバカ息子のためにどこまで甘やかすんだこの父親は。話聞いててほんと神経わからんと呆れ果てた。なんとか診断書を取り下げて厳罰は求めないと証言してほしいって。何で？で済むよな。誠意ある示談の申し出があったわけでもなさそうだし。保険もいい加減でまともに払う気もなく民事訴訟にもなるかも。そもそもその親父は何で電話番号を知っているんだ？警察が教えちゃったとか？です、ありがとう。電話してきた父親には、お父さんには文句言うつもりはないです、でも僕が息子さんをおもんぱかってあげる要素が何か一つでもあるかどうかご本人に聞いてみてください。息子さんは1か8かの大博打打ったんですよ。話し合いのチャンスを自ら放棄して逃げ切ったら方面だけど、捕まったら厳罰の二者択一を取ったんだから規則通り罪を受け入れるのは仕方ないでしょうって言って突っぱねたよ。でも30過ぎてる息子のことをあの子うちの子って言ってる父親にも呆れたよ。相手の車にはきちんと保険かかってたから、あとは保険会社同士の交渉になると思う。大きな事故ではなかったけど、警官の制止を振り切って逃走っていうのが警察の逆鱗に触れたみたいで怖いくらいの警察の動きだった。車両検分でも加害者にあんたをかばう要素は何一つないんだぞって発狂してた。今後何があっても警官の制止には従おうと思った。交通捜査課係はどの署でも一番働き者だよ。初動だけは継続。捜査はあまりにも案件がありすぎて死者がいない限りほとんど放置するけど、ナンバーなんて告げたら即裏を取りに行く。